ちら、一つ柳隊所属二川文です。ただいま現場に到着しました。これより妖精のあったエレンスゲ女学園に所属するリリーの救助捜索活動を開始します。作戦地域は雨でよく見えない、じゃなくて雨天により視界不良、警部反応もあり一刻も早い救助が必要だと思います。戦闘音あり。あちらはリリさんとユウ様の索敵範囲です。二川文、これより戦闘地点に向かいます。以上、通信終わり。ヒュージは倒しました。お姉様の方は、私は大丈夫よ。それよりリリ、焦りは禁物よ。今もかなり無理をしているように見えたわ。ごめんなさいお姉様。エレンスゲ女学園のリリーがこの森で今も救助を待っていると思うと、いても立ってもいられなくて。そうね。でもあなたが怪我をしては元も子もないわ。この隊のリーダーはリリなのだから。はい、ありがとうございますお姉様。ちょっとお待ちになって。楓さん、私に隠れて何をイチャイチャしてますの。いくらユウ様とて抜け駆けは許しませんわよ。二人とも追いついたようね。もしですの？あ、待ってください、マユ様より通信です。え、本当？もしもし、マユ様ですか？そちらの様子はどうですか？おー、リリカ。うんうん、通信は良好だぞ。エレンスゲ女学園のリリーはまだ見つかっとらんがの。一応争った形跡とヒュージの残骸は見つけた。近くにいると思う。外星に来たエレンスゲのレギオンが消息を絶って5時間が経過。そろそろ救出してやらないと危ないな。こう視界が悪くては捜索もままならん。手分けをして探したいところじゃが、これ以上隊を分けるのは避けるべきだろう。皆さん、ユージャーさんがヒュージを発見したようです。虹の方向、茂みの向こう、まだこちらには気づいてない。リリー、一旦通信を切る。そっちは頼んだぞユユ。奇襲を仕掛けましょう。マイ様、タズサさん、お願いいたします。おう、任せておけ。速攻で行く。私とユージャーさんで援護射撃を行います。車線には気をつけてください。わかった。ヒュージの規模は不明です。要救助者のいることを念頭に、各員臨機応変に対応願います。戦闘開始です。